はい、皆さんこんにちは。こんにちは。コスモム代表の鈴木です。コスモファーム営業の脇です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ルームツアーを行います。奥さん、ちょっと案内、説明して。はい、今日、ルームツアーでご案内するのは築5年のお家になっております。はい、敷地が66坪で、延べ床面積が37坪の3階建てのお家になっております。ご家族4人家族です。じゃあ5年経った家をですね、今から案内させていただきますので、よろしくお願いします。はい、まずね、外観からいきましょうかね。外観見ていただくとですね、1階2階3階建ての建物になって、1階だけちょっと出てますね。出てるということは下屋で出てます。この下屋出てる部分は和室になるっていう形で今出てますね。で、隣がですね、このお客様の、ご実家になって、その庭先に、今回建物を建てたという流れになります。なので、どちらかというとこちら側が南になって、 北から入る玄関、まあ、なぜ北から入る玄関かと言いますと、母屋とのつながりがありますので、そこを踏まえて今回配置させていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ玄関の方から入っていきましょう。あ、社長、ちょっと待ってください。はい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 、ちょっと質問があるんですけど、はい、このうちよく見たらちょっと道路に対して斜めに立ってませんか？これ何か秘密あるんですか？はい、ありますよ。ですね、南がですね、ちょっとこちら側になりましてですね、建物は西にちょっと傾いて、実は立ってます。なぜかと言いますと、特に今冬場なんですけど、冬場の西にをリビングにしっかり取り入れられるように、少し真南に立てるよりも少し西側に振ってる配置を、意識して作ってます。当然敷地の大きさによって、その触れる触れないってあると思いますけど、そういう工夫もしながらですね、建物の中から外に向けての抜け感とかですね、見たくないところは壁を作ったり、日の光とか風の通しとかを考えながら、建物の配置計画をしていますね。はい、それが一つの全体のバランスを取る基準にもなってくると思います。じゃあ中入りましょうかね。はい、いいですか？入りましょう。はい、でこっちからアプローチになりますね。特に母屋の玄関と今回、建てた新築の方の玄関のアプローチは一緒になってますね。はい、でこっちがこう母屋玄関、こっちが新しい新築の方の玄関で、ちょっと玄関先は軒がぐっと出てて、まあ、ちょっとウッドを張ってるんですけどね、雨が当たらないので木でも結構まだ5年ぐらい経ってますけどね、綺麗ですね。だから雨が当たらないところに木を張るのすごくおすすめと思いますね。はい、で特にこう玄関先の木は深いので、こうやって椅子なんか置いてもですね、ちょうどなんかこう雨が当たらない空間で、ちょっと玄関先でこう靴を履いたりとかできるようなものになってますね。はい、でこれをですね、ルイス・ポールセンの玄関照明、いいですよね、これね、本当おしゃれで、今回家具好きのご夫婦っていうのもありますし、ちょっといろいろこだわりの部分もありますので、ぜひ楽しみにしてください。で、この、玄関ドアも、木製玄関ドア、特に北側なんで、日が当たらないところもありますから、綺麗ですね、日焼けもしてないし、本当に雨がかりもしてない、本当にいい感じで状態保たれてますね。ね、でこうポストがあって、インターホンがあって、表札があるって感じでしょうかね。じゃあ中に入っていきましょうかね。お邪魔します。玄関入ってすぐ横に、これウォーキングの靴置く場所がこう設置してあるのも一つのポイントかなと思いますね。はい、このような玄関はいつも綺麗な状態で、その横がこう自分たちの靴をこう置けるような場所としてなってますね。こういうスペースあるととてもいいと思います。お客様の方はこちらから入っていきます。これすごくないですか、この照明、フランクロイドライトの照明ですね。山際さんのやつすごくかっこいいですね。はい、でこちらがですね、こちらが行くとキッチンの方に行きます。キッチンからダイニング、リビングとつながってきます。
じゃあキッチンの方から、まあ、ちょうど奥さんもいらっしゃいますのでいろいろ聞きたいと思いますけど、まあ家事動線の中で玄関入ってすぐキッチンにこう来るっていうのはとても便利だし使い勝手いい。その、通路にはちょっと収納があってですね、ここにいろんなものストックヤード的なものとして使うこともいいのかなと思います。はい、で今回、対面型のこうキッチンになってますけど、なんかキッチンの使い方どうですか？そう今言っちゃった通りです。通りですか？で買い物に来てすぐにここに買ったものを置けてしまいやすいですし、はい、キッチンもこっち向いてるん で、はい、で子供たちがいつもここで勉強とかしてるし、まあ、ここリビングで遊んでる時とかも和室で遊んでる時とかもこう見てないけど何やってるのかなみたいな感じで分かるんで、うん、そうですね、うん、とてもいいです。いい感じですね。はい。でこちらが、見ていただくと分かるんですけど、まあ、対面なんですけど流しのタイプ、こっちは火を使う方の、ね、コンロ電気のラジエントヒーターを使っているタイプで、その奥に、勝手口っていうか、ね、風も抜けるし光もこう通るっていうふうにやってます。でそっちからこう見ていただくと、ちょうどこちらの方見ていただくとここに冷蔵庫があって、でこっちに電子レンジとかトースターとかゴミ箱とかっていうことがこうつながってな、とてもまあこうこの中で完結できるような雰囲気になってますね。はい、確かにね、本当ね、奥様の目線の先に窓があって向こう抜けてますので、すごくなんか圧迫がなくてすごく気持ちいいのかなと思いますし、まあ、この位置ですとテレビも見ますもんね。はい、今回のこだわりは食洗機がついてるということと、あとはあれですかね、収納多いですね。はい、なんか物を出したくなる、はい、すべてこう素早く中に入りますし、うん、でそこをすっきりしたくて、はい、こじんまりしてそうなんでしっかり収納量があるって感じですね。そうです、そう、後ろ向けば手届くんで、はい、負担なんです、はい、そうですね。で北側にも窓があるから、ちょうど子供さんが帰ってたら見えるとかですね。はい、でこんな感じからですね、ずっと今度ダイニングの方に行きますけど、このダイニングテーブルがですね丸型なので、すごく丸型のダイニングテーブルに丸型のこのペンダント照明、これすごく良くてですね、なんかここにこう料理が来るとふわっとする感じになりますね。でちょうどこうキッチンの対面の裏側に収納があって、物を置く場所があって、ちょっと開けさせていただきますけど、ね、ここでダイニングで何かこうやりたい時はこう本出したりとか、すぐ使えるものがこう手に取れるようになってますね。こちらの方も小物関係がすぐ取れるようになってます。でちょっとした台があればここに料理出してもいいし、物置いてもいいようになっててですね、あとまあこのつながりで、これはどこで買われたんですか？無印。無印で、はい、こういうものをこう同じ木のものを置くだけで、お子さんのランドセルとか学校のものですかね、これね、はい、はい、これまとまってくるとここで勉強するんですか？そうですね、はい、勉強、はい、ここでしっかり勉強してほしいですね。